MSX2、MSX2、MSX2 MS とは MSX 規格の一つで1985年に発表され6月から企画的合機種が発売された。その仕様は互換性に配慮しつつ従来の初代規格と比べ主にグラフィック機能が大幅に強化された。その規格の後期には低価格路線を推し進めたことでユーザー数が 大幅に増加し、後継となった規格の MSX には、性能的にほぼ末置きとなったこともあり、一連の MSX 規格のうち事実上の標準とみなされることもある。MSX には当初、MSX1 と並行して販売され、マーケティング上の差をつけるために、FDD、漢字ロムマッパーメモリー、128から256、基部を搭載し、 さらに本体、キーボードが分離するセパレートイプで本格的なパソコン型の高価な製品が多かった。これには新規設計された MSX システムや MSX シスタマイ V9938 などの周辺チップ搭載や8ビットパソコンとしては破格の大容量メモリーを搭載する必要があったこと等から製造喧価を押し上げてしまったという事情もある。 1985年の年末には参入各社から MSX2 のセパレートモデルが市場投入されたが、同じ時期に PC-8801 ムキリフは、X1 ターボ2、FM77AV20 が同価格帯で発売されており、競合機種がひしめく中での展開となった。こうして発売後しばらくは、二から六万円の MSX1、 FDD 非搭載、キーボード一体型で10万円弱の MSX に、FDD、漢字ロム内蔵、キーボードセパレートタイプで15万円程度の高級、MSX2 の路線のマシンが併売された。当時は、ワープロ専用機の前世紀でもあり、ワープロソフトを内蔵、または付属した製品は数多く、10万円クラスの製品には、プリンターと一体化した製品も存在した。 MSX に発売当初はまだメガロムカートリッジは存在せず FDD のない標準的仕様の MSX にではその拡張されたグラフィック機能を活かすことが難しかった。また高級機は一般向けには他の独自仕様ホビービジネス機と対象が重なり16ビット機の対等も著しかったことから その性能の大きな変貌とは裏腹に、一般ユーザーの MSX2 への移行は、緩やかなものとなった。MSX という規格の柔軟さを活かし、当初より拡張アダプターによる MSX1、規格からのアップグレードパスがアナウンスされ、いくつかのメーカーで発売の検討がされた。しかし、コストや互換性などの問題から、最終的に製品としてリリースされたのは、 1986年夏に発売されたニオスの MA-20 のみである。29,800円と発売時の価格は本体と比較しそれなりに安価だったが、同年10月には同価格の本体が発売されてしまい、普及することはなかった。構造的に VDP は置換することができないため、このアダプタでは V9,938 と MSX ベーシック2.0をカートリッジに内蔵追加する形で動作する。拡張アダプターを用いて MSX に化したマシンと MSX にとでは競合しないよう VDP が接続される IO ポートのアドレスが異なる。MSX 規格では VDP のみアプリケーションが BIOS を介さず IO ポートにアクセスすることを許容しておりメインログの 7番地に格納されているアドレスを用いることで作用を吸収することに言っていた。しかし、現実的には、このような構成になっている、ハードウェア環境は著しく少なく、高速化のためのオーバーヘッドの回避や、プログラムサイズの縮小のため、これらの処理が行われず、MSX2 として動作しないものもあった。また、高い互換性を保っていたものの、 MSX2 で追加された仕様によって特定の状態を期待しているものが期待される状態にならなくなったものやロムバージョンに依存する形でのロム内ルーンの直接コール等初代 MSX 用のハードウェア並びにソフトウェアの一部に少数ながら動作しないものが存在している。1986年秋、松下電器産業とソニーが本体 キーボード一体型の低価格機として、それぞれ低価29,800円の FSA1 と低価32,800円の HB 回1を発売する。これは全室の MSX システムや MSX システム 2V9,938 の製造設備の焼却が終了したんかが大幅に下げられたことと、他社16ビットパソコンの普及で、 メモリーの価格が低下していたこと等の相乗効による。その直前にメガロムカートリッジが登場したこともあり、安価に高機能グラフィックを楽しめるようになり、高額な他社の MSX2 や表現力で劣る MSX1 を抑え、主にゲーム機として小中学生を中心に普及した。1987年、この両シリーズの後継モデルである FSA1 回、 HB Kai 1XD が登場。一機の FDD を内蔵して、定価はいずれも54,800円だった。ようやくソフトの供給メディアでは、タキシと同列に並び、移植ゲームが多数発売された。また、ユーザーが、そのグラフィックを中心として、データを自由に扱える環境が整い、その後の MSX に企画を牽引していった。両シリーズが普及したことで、 MSX に以降も、キーボード一体型の安価なおもちゃのパソコンというイメージが定着するとともに、カートリッジスロット二つに FDD 一台の環境が標準的なものとなり、ソフトウェアが揃うこととなった。一方、ソニー、松下電気産業、産業電機以外の各社は、MSX、MSX に企画からは撤退していった。 ホビーパソコンの市場はすでに8ビットから1 6ビットの転換期にあり、パソコンから撤退したメーカーや1 6ビットのアック x 規格にも参入するメーカーもあった。MSX1 に対応するソフトもロムカートリッジで供給されるゲームを中心に MSX2 が登場する頃までは地道に作り続けられた。特にコナミなどには MSX2 に匹敵する。 グラフィックを実現したソフトもあった。MSX1、MSX2 は合わせて世界的には400万台が出荷されたと交渉されている。VDP は TOMS 9918とソフトウェア的な互換性を保ちつつビットマップ画面の追加やスプライトの拡張などの性能の向上を図った V9938 へと変更された。 ベレムの容量は64基部、または128基部で、メーカーによる増設サービスやユーザーによる改造などの例外を除けば、その機種の標準構成で固定である。システムの起動時には、縦スクロールして、大きい MSX ロゴが現れ、ベレム搭載容量が表示された。テキスト画面も、80桁表示が可能になった。家庭用テレビの使用時には見づらくなり、 フォントあたりの横幅が6ピクセルとなっているため一部の文字の表示が欠けてしまうものの、プログラムの作成、入力などで画面あたりのテキスト情報量が増えることの意味は大きく、これらにより本格的なパソコンとしての性格を強めた。一方で V9938 は、スプライトの同時表示枚数が強化されていない、ビットマップの描画があまり早くない、PCG は、 強化されていない横方向のハードウェアスクロール機能がないなどゲーム用途で用いるには優れているとは言い難く価格帯として競合したゲーム専用機と比較して本格的なアクションゲームを作るには不向きだった例えば面ごとの多彩なスクロールが持ち味であるコナミ、コントラの MSX2 色版は画面切り替え方式になっていた作るとしてもベレムの使用量が 比較的少なく、速度的に余裕がある16色横に1 5 6ドットのモードが使用されることが多かった。機能の追加に関わらず、CPU 速度が非力なまま据え置き、かつメインラムも、標準では、ベレムに比して、小容量だったコモそのカタログスペックに見合う、ソフトウェアが揃いにくかった一因とも言える。横スムーススクロールについては後に、表示位置の補正機能を用い、 実現するソフトウェアが現れた。スクリーン4以上の画面モードでのスプライトは、モードニットされ、横ラインごとの着色指定と、重なり合った2枚のスプライトにより、スプライト1の色、スプライト2の色、両者の OR を取った色、透明の色の表示が可能となった。また、横方向に同時に表示できる枚数が4枚から8枚になり、実際の色が重なっている座標を検出する。 割り込みモードの追加などが強化されている。ただし、1画面同時表示が32枚までであることに、変わりはない上に、重ね合わせの多色表示を行うとそれらの恩恵は、利用できないという制約があったため、シューティングゲームの敵などは相変わらず単色のことも多かった。後に、画面割り込みを利用して、見かけ上、倍の64枚表示を売り物にしたゲームも発売されたが、 ごく特殊な例と言える。ビットマップグラフィックスモードでは、新設された VDP コマンドが使用でき、CPU のアドレス空間を超える容量のベレムに対するアクセスをサポートした。転送や描画には論理演算を行えるなど、当時としては高機能であり、スプライト等の機能を含むこれらの機能によって、ベーシックコマンドで実現する描画処理は直接、 VDP を制御するのに肉薄する速度動作し、当時のパソコン紙には他の機種では難しかったユーザーによって作成されたリアルタイムゲームが多数掲載された。反面、どう頑張っても描画処理そのものはそれ以上の速度は出ないいうことでもあった。また、グラフィック3、ベーシックでいうところのスクリーン4以外の追加された画面モードはビットマップグラフィックであり、 VDP コマンドの存在をもってしてもゲームの背景とてダイナミックな動きを実現することは難しかった。理論上、VDP は CPU との並列処理が可能である。しかし、VDP 自体がさほど高速なものではなく、VDP のみで完結する処理が限られていること、CPU 自体が高速ではないことから並列性は上がらず、現実的には、 アクセスに対するウェイトの存在や VDP を介してベレムに対してアクセスする構造はコーディングによる工夫の壁となり他の実装のハードウェアに対して大きくパフォーマンスを向上させることはなかった。そしてこのさほど早くない VDP が表示に関する制御を握ってしまう。この構造は後継規格であるムズックスチャーバーで CPU が 高速化した際にシステムパフォーマンスの足を引っ張る原因となった。テレビへ表示することを前提に作られていることもあり、最大解像度そのものも横幅が最大512ドットで他の同時期のコンピュータより狭く設定されている。一方で256色同時発色のモードは小色、高解像度一辺倒だった。当時のパソコンの中では異彩を放つ。 十分にインパクトのある仕様だった。この後にシャープから256色表示の MZ-2500 が、富士通から4096色表示の FM 七77 e v が発売されるなど、当時の傾向に一石を投じたと言える。また、小色表示のモードでは、カラーパレットが使えるようになり、表示色の選択の自由度が増した。初代 MSX 用のソフトウェアの一部では、 機種を判定し、カラーパレットによる表現を追加しているものもある。なお、起動時に設定されるカラーパレットのデフォルト色は MSX1 に近いものに設定されたが、表示色の分解能などからカラーテーブルに完全な互換性がないため、実際にテレビに映る色は微妙に異なる。スクリーン5以降のモードでは、2画面切り替えでインターレース表示をすることで、 縦方向の解像度を見かけ上倍にすることができた。標準のベーシックでは設定ができるのみで活用されてはいなかったが、後に発売された漢字ベーシックでは正式に使用されたほか一部のゲームソフトやグラフィックツールでも使われていた。これにより漢字表示の文字数などでは当時の他のパソコンにほぼ並ぶことができた。ただし家庭用テレビにつなげて使える。 はずの MSX にあっては、アナログ RGB 入力端子付きのテレビモニターを所有しているか、さもなくば、RF ビデオ出力では目立ってしまう、ちらつきを許容できるかなど、いささかばかり、環境やユーザーを選ぶものだったは否めない。メインメモリーが最低64基分と規定されるとともに、スロットとは別にメインメモリーをページ単位で割り当てることができるメモリーマッパーが、 オプションで規格に加えられた。これにより、使用上はスロットあたり最大4ミブ弱のラムを増設できるようになっている。ただし、MSX シスタマイなど、本体内蔵 LSI のメモリマッパが512キブまでしかデコードされておらず、当時はメモリが高価であり、実際にフル実装された環境は稀だった。初期のハイエンド機でこそ128キロバイトや、 256KB を搭載した機種があったものの MSX DOS1 並びに MSX BASIC とその BIOS ではポートルーチンが用意されず規格としてオプションだったことなどからディスクリート部品で構成された国産機種などでは搭載されていない機種も多く存在するそのため MSX BASIC のプログラム用フリーエリアは最大実装量に関わらず32機分未満である このような条件も重なって存在が保証されないことから国内の市販ソフトウェアで積極的に対応することはなくメモリマッパーをサポートするソフトウェアは独自流通のユーザーによるプログラムの方に多く見られた。また前述のような状況から4 m i を搭載したメモリマッパーを使用した場合術的オーバーフローによる誤認識や誤動作が見られるケースも多くあった。 システム全体で管理する仕組みがないため MSXDOS 上のプログラムなどで常駐プログラムなど複数の対応ソフトウェアを併用する場合はその使用状況の競合などへの考慮が必要となる海外ではメインメモリが64基部でもメモリーマッパーを内蔵している機種が標準とされ存在することを前提任務の代わりに使用しているようなプログラムも見られる前日の通り メモリーマッパーは、スロットとは異なりメモリーマッパー上のページを、接続されたスロット上の任意のページに割り当てることが、可能なムに近い柔軟性を持つ。この点が、そのページアドレスの移動は、不可能なスロット上に配置されたロムやメモリーマッパー、機体をラムとの最大の違いである。システムからのサポートには、MSXDOS2 が必要となり、MSXDOS2 では、 最も大きいメモリが接続されているメモリマッパーがプライマリマッパーとして選択され、その際管理される最大容量は4096基部となっている。メモリマッパーの i、オーポートは一つ分しか確保されていないため、そのレジスタは書き込み専用である。また、純正のシステムではサポートしていないものの、スロット制御の併用によって、 カートリッジスロットが一つの機種ではそれをセカンダリスロット4つに拡張してそれぞれに4 m i のメモリマッパーを搭載することで1 6 m i 二2つの機種では同様の拡張で3 2 m i ブ強に及ぶメモリ空間を制御することも理論上は可能となったザイヤのユーザーによるものではあるがセカンダリスロットにもマッピングを行い一つのカートリッジで1 6 m i のメモリを搭載した メモリマッパカートリッジも実在している。16バイトと小容量ながら乾電池によるバックアップ機能も付加され、RTC や起動時の画面モードの保存、起動時パスワードの保持、B ポートの設定保存などに排他的に使用された。ベーシックは強化された表示周りのサポートの強化のほか、カナの入力にローマ字入力がサポートされるなどの機能追加が、 行われている。サウンドでは、オプションとして、文字多重放送とキャプテンシステムに対応した、FM 音源、a d PCM 音源を採用した、MSX オーディオ、Y8950 も規格に盛り込まれた。しかし、松下電気産業が商品化した、MSX オーディオ対応カートリッジは、34800円と、本体価格に比して高価でかつ対応ソフトもほとんど、 発売されなかったこと、その特殊な形状などから国内では普及しなかった。標準では MSX1 から末置きの PSG 音源のままであり、この頃から FM 音源をオプションとして用意、もしくは標準搭載され始めた他のパソコンに遅れを取っていた。この状態は1988年に松下電気産業から7800円とより、 安価な FM 音源カートリッジ FMPAC MSX Music が発売されるまで続い、このような要因もあり、MSX2 になってもゲームマシンとしてはファミコンに遠く及ばず、パソコンとしてもパソコンをサンヤなどからグラフィックを書き直して移植されたものが大多数で、MSX2 オリジナルのパソコン前としたソフトは少なかった。解像度が 他の国産機と異なっていたことや漢字ログがオプションだったことも移植に影響した。また、MSX のバンク切り替えを多用する規格上の制約並びにインターフェースの設計からフロッピーディスクドライブなどの転送中は CPU の割り込み処理を止めざるを得なかったためサウンドの再生が途切れる等の演出上の制約もチープさに拍車をかけていた側面は否定できない。太字は ベレム 64KB、車体は本体、キーボード分離型のセパレートタイプ。パナソニックの FSA1 回の OEM。このほか、MSX 規格に準拠した、業務用、店頭端末用、工場などでの制御用、キャプテンシステムビデオタイトラーの特殊な製品も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。